今回のテーマは、宇宙最初の塵も見えてきた。です。宇宙に存在する塵からの光を観測するためには赤外線や電波が使われます例えばジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線で観測した金棒銀河の画像を見ると塵りが渦を巻く姿が美しく観測されます中間赤外線で観測される塵は温められて温度が高い状態にあります 冷たい塵を観測するためには、遠赤外線や電波が使われます。例えば、右の図は、アルマ望遠鏡が電波で観測した同じ銀河の画像です。銀河のモデルスペクトルを見ると、このようになります。可視光で観測すると、主に星からの光が観測されます。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測する中間赤外線付近では、温められた塵が見えています。 電波で見ると冷たい塵を観測することができます銀河の種類により星や塵がどのような割合で存在するか様々です特に宇宙が誕生して初めてできた銀河には塵が存在していないと考えられます我々の宇宙は今からおよそ138億年前に熱い火の玉の状態から誕生し その後の膨張とともに温度を下げながら、現在に至る過程で、多様な天体の階層を生み出してきたと考えられています。この宇宙の進化を考えた場合、宇宙が誕生した頃は、星も銀河も全くない状態から始まっており、ある頃から、初めての星が作られ、初めての銀河も作られていきます。つまり、宇宙が誕生した頃には、塵は全く存在していないことになります。では、 現在観測されるような大量の塵はいつどこで作られたのでしょうか塵が作られた時期を明らかにするためには遠方宇宙に存在する天体が含む塵からの光を観測しますつまり最も遠い銀河を探し出しその銀河に塵が存在しているのか確かめます名古屋大学を中心とする研究チームは2012年にアルマ望遠鏡による 超遠方銀河の探査を開始しましまた2019年に132億光年彼方の銀河から冷たい塵が放つ特徴的な電波を検出することに成功しましたつまり宇宙が誕生してから6億年後には塵が存在していることが分かりました2023年7月研究チームはアルマ望遠鏡を使い高解像度の画像観測にも成功したことを発表しました 左の画像は最も遠い地理を持つ銀河の赤外線と電波のデータを合成したものです青や緑はハッブル宇宙望遠鏡で観測された星やガスの分布を示しており赤がアルマ望遠鏡が観測した塵の分布を示しています右の塵の分布だけを見ると画像の中央に直径およそ1 0 0光年に及ぶ巨大な空洞が空いている様子が見えますこの巨大な空洞は 重い星が次々に超新星爆発を起こしその爆風により作られた可能性を示していますではどこでこのような塵が形成されたのでしょうか塵が生成される場所は agb 星と重い星の2か所とされていますただし agb 星は太陽の重さの8倍以下の星であるためその進化は遅く100億年以上前に存在した塵の生成には 寄与していないなと考えられますそのため初期宇宙に存在していた塵を生成したのは重い星の進化に関連していると考えられています宇宙で初めてできた星は現在の宇宙で観測されるような星形成よりも環境が違い非常に重い星がたくさん作られるとされていますこのような重い星で作られる塵の生成の謎に挑んでいるのがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡です 観測する対象は重い星の進化の最終段階であるウォルフ・ライエ星や近傍の重たい星による超新星爆発ですウォルフ・ライエ星の例としてイテ座の方向に15000万光年離れた WR124 を観測していますこの星は太陽の30倍の重さを持ちこれまでに太陽の10個分の重さの物質を周りに放出しています 重たい星の進化の最終段階にあり、超新星爆発を起こす直前の段階と考えられます。初期宇宙の環境と異なり、観測されている地理は、重たい星の進化の終末期に、新たに作られたものと、もともと存在していたものが混在していると考えられます。これまで、終末期の重たい星の周りにある地理を調査できる、データを得ることができませんでしたが、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡により、 どれくらいの量の塵が存在しているのか、どれくらいの大きさの粒の塵であるのか調べることができるようになりつつあります。また、塵を作る場所の有力な場所として、重たい星が爆発する瞬間、つまり超新星が考えられています。この場合は、星の内部で作られるとされる説です。星の内部で作られるため、すぐには観測することはできませんが、 爆発から時間が経つと観測できると期待されますジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は近傍銀河の NGC6946 で発見された2つの超新星を観測していますそれぞれ18年と5年前に発生した超新星です画像を見るとほぼ点のようにしか見えないためスペクトルを取得して調査しますジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の卓越した 赤外線観測の能力を使うとこのようなスペクトルを取ることができます横軸が波長でマイクロメートル縦軸は明るさですこのようなスペクトルは塵の質量と温度をパラメータとしてモデル化することができ塵の詳細を調べることができるようになります例えば右下のモデル D は他のモデルよりも塵の量を少なくした場合です塵の量を少なくすると 黒のののの点でで示示さされれたた実際デデータとと赤線モル間に大きなズレが見えますつまり大量の塵が存在していることを示しています。また中間赤外線で観測されるということは比較的暖かい塵が多く存在していることを示しています。この塵が爆発前から存在していたものか、超新星により新たに作られたかは はっきりと判別することはできませんが、温度が高いことから超新星の爆風により、温められ、中間赤外線で観測できるようになったと考えられます。十分に温められていない、非常に、冷たい塵も存在しているとも考えられています。問題の一つは、超新星の強烈な爆風により、作られた塵が破壊されず、どれだけ生き残ることができるかです。超新星の爆風といえば 宇宙における加速器の役割を果たしたり周辺の環境を大きく変える強烈なものです超新星の爆風の塵への影響はよくわかっていませんが研究チームはジェームズウェッブ宇宙望遠鏡のデータから塵の量を見積もり爆発からの年数を考えると超新星で新たに作られた塵が残されていると結論しています重い星による 塵の形成にはまだ謎が残るものの宇宙で初めて作られた塵は超新星の爆風などにより銀河内部の星間空間や銀河の外の広大な空間にまき散らされたはずですまき散らされた塵はやがて次世代の星や惑星の材料となりさらには銀河や銀河団の化学組成を変容させたと考えられます今後爆発前ののの重たい星の周りの塵や 超新星が爆発してから数年後に観測されるチリの詳細がわかると宇宙が誕生してからチリがどのように作られ宇宙における物質の循環に貢献してきたか理解が進むと期待されます今後の観測の進展が楽しみですねこの動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします